この,その前の動画と今の動画を見るとつながってるように見えるシステムを作ったんですよ、俺は。今、あくびしたじゃないですか。あくびをするとつながってるよっていう、ね、暗号ですよ。いや、最近俺、俺のムカつく話、パート1。えいや、ムカつく話、いや、これムカつくわっていうのある。一つ目、えっと、あの、これ、まあ、これ、一つ目って言って、1分以内に終わるんだけど、揚げ物あるじゃん。で、下手なやつが揚げる、その、その、お惣菜屋さん。 お惣菜屋さんなり、伊藤洋華堂とかなんかそういうとこのスーパーとかに売ってるお惣菜の揚げ物のここ、ペリっていったここがさ生なの。まだ生。粉、小麦が生なの。卵とかで溶かしたのつけた、天ぷら粉みたいなのでつけたやつがまだ生なタイプな。天ぷらはしっかりしてんだけど、揚げ物とかによくある茶色い豚カツとんかつとじゃなくてなんかあるやつ、まだここ生なの。ペリってやったら、あれむかつくない食べる気うせるんで、パクって食うじゃん。食って断面みたいな、ここ生なの。 こう、こうわったとしか、ここら辺生なの。ここ、ここら辺。あれめっちゃムカつく。あのもう、まあもう、喧嘩売ってんだって思うよね。ああ。ねもうそうやって喧嘩売ってきてんだって。てぃーてぃーとぃーつっちぃとぃんとぃんとぃんとんみたいな感じだよ、もう。ほにあれムカつくよ。というのと、最近美味しいもの見つけました。えー、ローソンの、あ、まあ、イラつく話と美味しい話ね。 あの、美味しいもの見つけたんで、最近ローソンのね、うま塩チキン。うま塩チキンってやつかうま塩チキンってやつがあるんですよ、それ。あれめっちゃうめえのな。で、いつの間にかあれなくなったよな。L チキなくなったよな、ローソン。L チキねえの、もう、ローソンに。びっくりした。まあ L チキまずかったからな。それなくなって当然なんだけどさ。<laughs> いや、 ね、ファミマと比べたらまずいわけ。でも、その、うま塩チキンのうまさっていうのが、あのーえ、プレミアム、昔あったんだけど、骨付きチキンのプレミアムじゃない方。ファミマで言う、ファミチキなんだけど、ファミチキ骨ありの方のプレミアムじゃない方の味がするの。めっちゃうまいよ、みんな。今度食ってみ。ローソン行ったら、うま塩な。 肉買うんだったらでも買ってほしくないけどね俺が好きだから、まあ、俺が来店した時だけ入店「うん、はじま様ののお通りだす」っていうのが流れた瞬間うま塩チキンをねあの売れないようにしてほしいわうんほんとにもしくは俺が入店した時に1個は早急に作ってほしいよね、うん、いやお前はどこぞの王か ここ,ここ反射するんですよ。いやー、でもね、うまいもん見つけるとやっぱ嬉しいですよねってお話でした。<laughs> まイラつく話終わったな。最近あったんですよ。お母さんがお土産でね、夜勤明けのお土産で買ってきてくれたんですよ。俺は、俺の夜勤明けのお土産じゃないぞ。お母さんが夜勤明けなのに、そのね、最後の寄り木を振り絞って買ってきてくれた。 カツ串がクソまずかったのだからあげたのよあげたあげ直したらもっとまずくなったってお話いや <laughs> 顔すごくないこの顔ケケケケケすげえよなイワンコフでした次回の動画でバイ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 ,バイ,バイ